どうもこんにちは、佐野家太郎でございます。セブンデイズアルファ13にアップデートしたので、今回からもやっていこうと思います。で、前回のアルファ11の時に城を作ってまして、であと少しのところで完成ってところでアルファ12のアップデートが来まして、でそんでもってサーバーが使えなくなって心折れてから12はやらなかったんですが、まあ今回のアルファ13からまたやっていこうと思います。でセブンデイズのブログは随時チェックしてたんで、今回のアップデートで追加されたものなんかをね、まず確認がてら歩き回ってみたいと思います。では、さてとね、今回のアップデートで基本的なゾンビの見た目とあと動きがねよりリアルになったらしいんで、ちょっとゾンビさん確認したいところなんだけど、いないかなゾンビ。近場にスポーンしてくれるとありがたいんだけど、それにしてもすごくなったな。いやね、アルファ12やってないんで、お、来た来た。え、これハイズリさん？お、ハイズリゾンビが。え、あ、こうなった。へえ。うわ、リアル。そしてこの相変わらずの距離感ね。相手とのこのさ、なんだろう、このお頭が取れたし、うわ、リアル。なんか遠くの方でおばちゃんが暴れ、おお、おばちゃんが死体ぶっ壊した。あ、なんか心なしかね、動きが、いや前もちょっとのけぞってたけど、こうなっていてだからね、あの距離感おかしいです、距離感が相変わらず。お、え、よし、倒した。あれ、あのアイテム拾え、え、え、おお、おお、おお、お、うん、お、お、起き上がった。え、ちょ待とうか、ちょっと待とうか。え、なに、倒した。あ、倒した。あ、今回も倒した。へえー、お、え、あ、インベントリーが違う。で、お前ら何よ。お前らは一体何よ。なんか倒すのめんどくさいし、他のゾンビを見てみたいから、もしするしよ。あー、やっぱちょっと重いな。いやね、アップデートしたばっかりなんで、まだちょっと重いみたいですね。今後に期待ですかね、この辺りは。軽くなってもらわないと、巨大建築とか作れないしな。なんだあれ、ああ、あれ工場じゃね。よし、行ってみよう。ん、ああ、左下のゲージが変わってる。へえ、あ、やべえ、見やすくなってる。あ、これいいね。前はね、どれくらい減ってるかわからなかったんで、こうやって数値化されると結構見やすくていいっすね。さてと、これ来たけどさ、ここであんまりいい思い出っていうか、犬いるし。え、ワンコいるじゃん。あ、アタッシュケース、何もないんかい。なるべくあのワンコに遭遇しないように。あれ、上登れない。よっしゃ、あれ、ほっ、よし。さてと、上登ってたものの何かないか。なんだこれ、今のところアイテムを、やっとアイテム拾ったし。さてと、助走をつけて、よいしょ。あ、やっぱ重いな、まだ。犬ゾンビ相変わらずだな。遭遇しないで行くにはどうやって行くか。やべえ、犬2匹いるじゃん。どうしよう。工場の中入りたいところだけど。お、来た。あ、あ、なんだ、看護ゾンビは見た目変わらないね、今までの。当たる、これ、当たる、あ、当たる。よいしょ、はっはっは。どうだ、攻撃できまい。え、あ、犬、犬来た。
あ、さすがにここは登ってこれないっしょ。え、あれ、あ、やべえ、やべえ、バイオハザード。あ、このゾンビを見たことねえわ。へえ。いや、これいつ鉄板破壊されるかわかんない。お、上登って、お、お、お、あのゾンビがゾンビを踏み台にして登ってくるとかなしでお願いします。これゾンビ同士でなんか攻撃判定だったっけ。うわ、すげえ来た、うわ、すげえ来た。よし、しゃがんでこい。あ、やべえ、あ、攻撃された、やべえ、やべえ。こっち来んな、こっち来んな、お前らこっち来んな。よし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 。うわ、いろいろいる、うわ、いろいろ見たことないのがいる。うわ、バイオハザード。うわ、犬の見た目は変わらないのね。ちょっと重い、重いっす、すいません、重いっす。これさ、どうやって逃げよう。逃げられないんじゃね。うわ、どうすかな。まあゾンビは確認したから、まあ次確認したいこともあるんで、ちょっと離れたいんだけど、離れられねえんだこれだと。どうしよう。これじゃない、これじゃない、こちら。あ、やべ、落ちちゃった。やべ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 。後ろから来てる、後ろから来てる、後ろから、後ろから来てる。あ、来ないでワンちゃん、来ないでワンちゃん。ああ、サボテン、カクつく、あ、重い。後ろから来てる。あ、来てない。あ、よかった。はあ、あ、建物発見。あ、建物じゃないよこれ、テントだ。なんで犬いるし。やめてこないで、やめてこないで、やめてこないで、やめて、スタミナがもうない。やめて、やめて、やめて、あ、やめて。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。PC の方は画面の真ん中にボタンがあるので、そちらをクリック。スマホの方は下の方に赤いボタンがあるので、登録よろしくお願いします。それではまたのご視聴をお待ちしております。